Space Monkeys TV。 はい、ウェルカム、Space Monkeys TV へこそ。さあ、今日はですね、私のお家芸、ネオミニ。これはね、初心者さんでも私なんかでも簡単に撮れるね、UFO キャッチャーでね、僕大好きなんですよ。今日はこれを撮りに行きましょう。見てください、お寿司のミニキーホルダー。何種類あるんだろうね。エビ、サーモン、鉄火、カッパ、マグロ、イクラ、卵、ウニ、8種類だね。100円目、いきまーす。ゆうとめんはエビが好きなんだったっけ。そうです。俺は卵取りたいっすねー。ってことで卵いきまーす。プルプルネオミニだったね、これは。去年いろいろな奇跡をもたらしてくれたこのプルプルネオミニ、今年もよろしくどうぞ。取れるかな。あー、ビニール越し、うまくビニールがはまればいいけど、どうだ。うわち、いきまーす。2回目。今日は3種類取れるまで帰れまてんですね。いきます。卵、いい色の卵だね、あの寿司は。どうでしょうか、はまってください、綺麗に。うわー、すげー、きた卵。見てて、さあ、みんなで一緒に、チュ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 。卵をゲッツ。まず一つ目ゲットです。オッケー。次はこのマグロ取っちゃいます。いきます。映ってますか、俺。どうでしょうか。あ、これは結構うまく入ってる。これいけそう。あ、ダブル取り、ダブル取り来た。助けてる。落ちるな、落ちるなよ、落ちるなよ、バレんな、バレんな、絶対バレんなよ、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 やったー。ちょ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 やばい、これはカッパとマグロですね。いやー、ダブル取り成功。じゃあね、あとね、200円あるんでちょっと試してみましょう。何がいいっすか。ちょっと裏返ってるとこ行きますよ、もう。あの、よくわかんないやつ。あ、あれウニっぽいな。よし、行ってみましょう。行きます。来ました。今年もよろしく、プルプルネオミニ。ちょっとアームよく映しちゃってください。プルプルしてるんですよ、こんな感じで。壊れかけですよ。よし、行くよ。ここら辺。そうです。どうだ。あー、これはちょっと外れちゃったかもしれないな。でもアームが閉じるまではわからない。あ、外れた、やっぱりな。それではラスト100円いってみましょう。真ん中ら辺にもぶっ込んでいくわ。真ん中ら辺ぶっ込んでいくんで、よろしく。いくよ。ここら辺どうかな。いくよ、ゴー。さあ、どうだ、ラスト100円だぞ。お、これいけたかな、これいけたかな。平たいでっかいアームがしっかり入れば取れる。よし、来てる来てる、お願い、バレんなよ、絶対バレんな、バレんな、バレんな、バレんなよ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 、来てる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 。チュ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 ンって、またカッパ巻きかーい。はい、今年もですね、お世話になります、いつもやってますここのプルプルネオミニで、今回はお寿司シリーズが入っていましたので、500円で4種類ゲットできました。本当はね、3種類だったんですけど、1個ね、ダブル取りの奇跡が起きましたんで、非常に良かった結果になりました。今年もこのオンボロネオミニ、今年もお世話になります。以上、スペースモンキーズ TV でした。バイ。